おい。
おう、帰ったか。最近の若いやつは。
とうございます。ありがとう。なんだよ。
よし。なんさすが。嬢ちゃん。おじさまのいる。ああ、嬉しいこと言ってくれるね。こいつ。お言葉に甘えます。俺帰るからよ。会社の件は、チェーン店の構想だけじゃなくて、鬱陶しそうな顔の人もいたけど。緊張し、要人のお相手する機会はよくあったけど、経営陣の皆さんとお話しして、どのみち私が仕切れるものじゃないもの。世間の批判を真摯に受け止めていたし、信頼してた。それで私の将来の目標なんだ。コーヒー豆からサラダまで、おじい様がやっていたような。ありきたりな。でもお店は卒、一時のやる気だけじゃ、どう、いっそルブ、泣き疲れて止まった翌朝のコーヒー、身に染みて美味しかった。ああいう思いをしてもらえるお店を目指したいの。実際叶えるのはすごく大変だと思う。でも小さい頃からの夢、強く思い描いて、もしあなたと出会ってなく、好きでもない、尊敬もできない人のところに嫁い、一緒になれてよかった。ごめんなさい、変な言い方しちゃった。その仲間になれてよかったっていうか。もうあなたさえいてくれたら、もしもあなたが大変な時は、人生を救われたんだもの。やれるって思えるだけの力。我は何、絆は反逆の翼となりて、今こそ何時、女帝。よし。よし。はあ、だからその今日はもう少し一緒にいたいな。